今日から一応3時枠、ゲイシンです。今日は先ほど、リクト君と、森川さんとの、マスボクシングを見てアドバイスをしていきます。まあ、一個思ったのが、まあ、先やってたのに回って打つみたいなはめちゃくちゃ良かったんですけど、これってやっぱり、まあ、そらこれもやっぱりこうしてんだったらパンチもらっちゃうから全然回った方がいいんですけど、そんな強く打てないんで、回ってる分やっぱり飛んでるんで、その分強く打てないんで、この回るもいいんですけど、この回りながら回ってここ強く打つとか、強くしっかり、ね、踏ん張って打つってのも大事かなと思いました。あともう一個が、ジャブの少なさが一個あれで、やっぱりジャブっていうのは何も背が高くても打ちやすい感じなんで、やっぱりライベルなんで、やっぱ背高い人が多いと思うんで、ジャブとしっかり踏ん張って打つっていうのがこの階級では大事かなと思います。じゃあ一回でもテストします。じゃあ大丈夫かな。ワンツーフックで回ってからしっかりツーボディで、はい、あ、ナイス、いいな。もう一回オッケー、もう一回上ね。はい、ワンツーフック、ナイスボディ、いいな。じゃあ次はこっち回るか。はい、どうしようかな。ツーって回って何ツーボディ、はい、ナイス、いいな。もう一回ダンダン、ナイスって感じで踏ん張って打つってのも、まあ、時には必要かなと思いました。あとジャブがやっぱりなんかフェイントのジャブめっちゃ良かったんですけど、やっぱり最後の、当てるジャブっていうのが全部一緒やって、こういうこうしてるのジャブばっかりやったんで、ジャブって言っても一般仕方あるんで、例えば外から打ったり中から打ったり下打ったりとか、ジャブとかいっぱいあると思うんで、この使い分けっていうのもやっぱインターハイも控えてると思うんで、それでは全国では必要かなと思いました。だから、なんだろうな、構えて、まっすぐ、まっすぐ、これまっすぐで、外から出る、フックポック、はい、はい、ダン、ナイス、いいな。中からダン、ナイス、下ダン、ナイス、ジャブダン、ナイス、遠くにダン、ナイス、感じでジャブでも何種類か打ち分けれるんで、この使い分けもやっぱり上の方だったら必要かなと思いました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。リクト君、インターハイ出場おめでとう。ちょっと優勝の秘訣を教えてください。はい、優勝の秘訣はやっぱりこのエマラのシャンプーを使ったことによって、いい匂いになれて、相手の方からいっぱいスパーリングしようっていう感じで声をかけてもらえたので、スパーリングの相手にも恵まれて全国確定することができました。なんだ、リクトいい匂いやからスパーしてってやつが多かったの？そうですね、たくさん言ってくれはりました。例えば、ケンシン先輩とか言ってくれはりましたね。お、マジでケンシン、ほんま？はい、ほんまです。すごいいい匂いあっていっぱいスパーリングしたいなと思いました。変態やないか。ありがとうございます。